猫麦とろチャンネルってね、パッチ 0.14.9.6.3 現在のってね、サルコフの極意ということで、本日はお日柄もよく8月の上旬に来ると言われているタルコフのワイプに向けて、そろそろタルコフやってみようかなっていう初心者さんのために、とりあえずこの動画見とけばそれなりにタルコフは楽しく遊べるようになりますよという、こういった動画になっております。まず一つ目、でれん、タルコフってどんなゲーム？本当にたくさん聞かれます。これは別にタルコフ今から始めようと思ってる人はもちろんだし、あんまタルコフってよくわかんないけど、どうやってるからどんなゲームみたいなのがよく出るんですけど、このエスケープフロムタルコフというゲームは、おのおのが決めたおのおのの目標に向かって好きなことやったり物を集めたり、基本的に FPS なんですけど、ちょっと MMO チックなところもあるような感じの FPS です、ゲーム。で、その、おのおのの目標って、どんななのみたいなのもありますよね。どんな感じの目標を、この多くの人は決めてるかっていうのを、5個、5個を紹介しちゃいたいと思います。まず1つ目、プレイヤーレベルを15レベルまで上げて、フリーマーケット、いて、世界中の人と取引できるマーケットがあるんですけど、それをアンロックすること。これが一つ目の目標。初心者さんとりあえず目指すならここ。では二つ目、二つ目は、イプシロンコンテナも取得。イプシロンっていうのは、縦2マスかける横が4マスのチョコみたいな感じの、死んでも何でも持って帰れる特別なポーチがあるんですけど、それをゲットする。パニッシャーっていうのが、1,2,3,4,5,6 って6個タスクがあって、それを全てクリアすると、6までクリアした時にゲットできる報酬でもらえるポーチです。これを2つ目の目標とする人が多いです。それから3つ目の目標は、全トレーダー LL4、キングにすること。これは、タルコフ市には取引してくれる NPC のトレーダーが、1,2,3,4,5,6,7,8,9人かな？10人か。トレーナーを全員信頼度マックスにして、自分の欲しいアイテムを、このフリーマーケットと比べた時に、なるべく安くお店で購入できるようにするっていう目標。これが PMC レベル42歳。これがまあ初心者脱出して、タルコフをカジュアルにプレイする人が目指す目標。それから4つ目。これが、ちょっとコアとか、ちょっとたくさんタルコフをプレイした人向けの目標。カッパコンテナを取得すること。カッパっていうのは、倒されても何でも持って帰ってくれるコンテナの12バス版があります。これはだいたい50歳から60歳ぐらいの間で、ちょっと人によってね、レベルが違うんだけど、結構たくさんタルコフやなきゃいけないって感じ。で、早ければ早いほどカッパは取りやすいし、遅くから始めたほどカッパは取りにくくなります。周りのプレイヤーのレベルが上がって、その周りのプレイヤーも硬くなるので、まあ、ちょっとね、ワイプ序盤にカッパを取ろうとするか、ワイプ終盤にカッパを取ろうとするかで、難易度かなり違うんですけど、まあワイプダッシュしてそのままバーってやってったとしても、カッパはそれなりに時間をかけて取るという形になります。それから最後ってね、ライトキーパーの解放ですね。ライトキーパーは、ライトハウスっていうマップの灯台エリアっていう特別なところにいるトレーダーで、カッパとは別のクエストラインをクリアしていくと解放されるトレーダーです。PSDT っていうアイテム、人参って言うらしい。このアイテムをゲットすると、灯台エリアに入ることができて、ライトキーパーと取引することができるようになります。この他にも、何億円まで貯金とか、特定のスキルを上げるとか、特定のアイテムを集めるとか、まあ、そういうちょっとね、変わり種、ね、目標を立ててプレイしてる人もいますと。で、タルコフをやるにあたって、心得ておくと、楽しく遊べることが、2つあります。これを伝えておきたいと思う、とんのは。今からタルコフを始める、ところ、ニューカマーに向かって、ひとつ！わからないことがあったら、ウィキを見ること。このゲームは、次のワイプで、7回目か8回目のワイプを迎えるトルーちゃんでも、わからないことがあったら、ウィキを参照しながらやっていくゲームです。オフィシャルウィキの英語ウィキか、まあ、英語アレルギーの人は、有志の方が翻訳して、まあ、日本語ウィキかのどちらかを見て、頑張る。何でも書いてある。ちょっと難しいタスクとかだと、
どこどこでこういう装備でこういう風にやるとタスクが進みやすいよっていうことまで英引きだと書いてあります。今だとブラウザで標準で右クリックで日本語に翻訳っていうタブがあると思うので、英語だけど右クリック日本語に翻訳で日本語にして十分読むことができると思うので、それで頑張る。その2、失敗を恐れないこと。例えばいるアイテム売っちゃった、死んじゃいけないとこで死んじゃったとか、もう一回タスクやり直しになっちゃったとか、まあいろいろ失敗をしていくと思うんですけど、タルコフってそういうゲームなんで、そこからまあ次はこうしようとか学びを得てやっていくゲームなんで、まああんまり最初から失敗しないように失敗しないようにってするには、まあ失敗してもまたやればいいかぐらいのマインドでやった方が楽しいし、その他の FPS とかからこう持ってこれるスキルとかも、ちょっとタルコフはタルコフ氏ならではのこうプレイスキルみたいなのが必要になるので、まあ最初は他の FPS が結構上手にできてても、タルコフ氏だとちょっとやりにくいってことが絶対出てくると思うので、まああんまり失敗を恐れずに、まあ、気軽に試行錯誤していくと良いかなと思います。ということでね、タルコフにあたって、困ったらウィキ、それから失敗を恐れない、の2つをね、伝授したところで、早速、今回は、PVE モードの方をセルフワイプいたしまして、レベル1のアカウントを持ってきましたので、どういう風にやったらいいかっていうのをね、説明していこうと思います。まず、クライアントをつけると、ここに EFT アリーナって書いてあります。ここにプレイって書いてあるんだよね。そこを押して始めるんだけど、最初だと、オートマティックサーバーとかなってて、なんか NA とかに飛ばされてとんでもないことになることがあるので、ピンが。ここにチェンジサーバーって書いてあると思うから、チェンジサーバータップして、そうするとこうやってタブが出てきて、ここにバーってサーバーが並んでるんだけど、下のオートマティックなんちゃらサーバーって自動でサーバーを選択するみたいなのチェック外して、日本入れた方がいいね、日本にしてプレイがいいと思う。で、最初こうなります。なんじゃこりゃー、ベアもしくはユーセックを選ばされますので、ベアとユーセックの違いについて簡単に説明しますね。ベアとユーセックっていうのは基本的には変わらないです、どちらも。ただ、ストーリー上、ベアという勢力とユーセックという勢力がこう対立関係にあるっていうストーリーがあり、ベアは AK 系統の武器。ユーセックは M4 系統の武器を初期装備としてそれぞれ与えられるので、まあ初期の装備と、まああと、キルタスクだね。ベアの人はユーセックキルしてくださいねとか、ユーセックの人はベアキルしてくださいねとか、まあ、ちょっとそのストーリーに合わせたキルタスクがちょっとだけあるっていうのは、まあベアとユーセックの違いね。まあ純粋に AK 使いたいからベア、M4 使いたいからユーセックで選んでしまってもいいし、個人的なトルちゃんのおすすめは、これ迷うんだけど、まあブーツ履いてておしゃれだし、最初に使える SMG は結構使い勝手がいいので、個人的にはベアがおすすめです。今回ちょっとベアで行ってみようかな。おすすめのベアで行ってみたいと思います。で、お顔が一応何種類か一応キャラクリがあります。まあお顔選んで声も選べるんだよね。声も好きなの選んでいい。で、声は途中で変えれるので、設定から好きなのにしたらいいけど、アレックスはめちゃくちゃ低くていい声がします。で、今回は PVE ゾーンで説明をするんですけど、 PVP と PVE、 基本的なゲームの進め方は PVP も PVE も変わんないので、これは今から PVP を始めようかなって思ってる人も、 PVE を始めようかなって思ってる人も、どっちでも共通のお話なので、今回キャラクターとします。そうすると最初にアイテムがこう入ってます。バーっとエディションによってスタッシュの大きさともらえる最初のアイテムが全然違うので、マジで何したらいいか分かんないと思う。最初は PMC の練習モード、オフラインモードでこの練習モードを有効化するっていうのを有効化して、生きて帰っても倒されてしまってもこの装備はこのまままるっと帰ってくるモードで、お散歩してマップを覚えつつ、カーブモード、こっちは、クールダウンがある代わりに最初からアイテムをもらえる。帰ってきたり、PMC を倒したり、特定のキルをして帰ってくると、フェンス君の信頼度が上がるっていう
これは、PMC とは別にレベルが上がっていく感じだけど、持って帰ってきたものは自分のアイテムとしてお金として保存できるモードっていう、この2つを順番に回す。で、マップを覚えていきます。まず PMC のオフラインモード行く、スカム行く。で、スカムが多分20分から25分ぐらいかな、クールダウンがあると思うので、これもエディションとか信頼度とかによってだんだん短くなったり。で、スカブのクールダウン中に PMC でまたお散歩行く。で、スカブ上がったらスカブ行くってやると、お金を稼ぎつつマップを覚えることができるという画期的な方法があります。これは結構みんなやってるって感じ、最初は。で、まあレイドするときに持っていくアイテムなんですけど、まずヘッドセットは必ずつけた方がいいですね。で、ヘルメットもした方がいいなと最近思うようになりました。ヘッドセットと干渉しないやつだったら何でもいい。それからフェイスカバーはトムちゃんつける派です。一つは視認性の問題、こういう PMC とこういう PMC がいたら顔つけてた方がね、やっぱり頭の位置が分かりにくいかなのが一つと、スカブで NPC がトムちゃんたち狙ってくる場合にアイテムをつけてないところ、例えば腕とか足とかを優先に抜いてくるっていう、首とかねっていう、まあ、ジンクス。アーマーはつけた方がいい、ヘッドセットと同じぐらい絶対つけた方がいい。アーマーないと神っぺな、すぐ死んじゃう。耐えた時パカでいいからつけた方がいいです。それから武器、基本的にはセカンダリーは開けていきます。プライマリーに自分のメインウェポンを装備して、敵を倒したりスカブを倒したりして、セカンダリーにはその武器を背負って帰ってくるって感じ。とりあえずオフラインなんで武器は何でもいいんですけど、本番のレイドでも使えそうな武器ご紹介します。まずビアの場合はオーレン PP19 ビチャズ、この SMG で、ユーセックの場合は MP5 になるねを持っていくのが安定するかなって感じで、ビチャズの場合はアクションコブラ EKP なんちゃらそんちゃらっていうマウント付きの EKP に、ここにアイカップがあって、こう目のところ覗くやつを変えます。基本的にスコープって乗せるとエルゴノミクスっていう値が下がっちゃう、取り回しが悪くなるんですけど、コブラマウントを付けることによって52.5 っていうのが 49.5 になるけど、これ付けると 52.5 に復活するっていう、この取り回しが変わらないままスコープが付けれるので、ビチャズはこの3点セットでレイドします。で、火炎のマガジンを持っていきます。それから MP5 の時はこれだ、ピースキーパーが売ってる MP5 のこのマウントを買って、この上にまあこの辺のスコープをつけていきます。 MRS 結構いいんじゃないかな、そういう意味では。最近使いやすくなったと噂なんで。で、そうなんでさっきベアいいよって言ったかっていうと、このピースキーパーのこのマウントが売り切れちゃうんだよね、人気すぎて。このスコープを乗せるようにするカバーは売り切れがちなので、どちらも最初みんな使うからね。ので、そのマウント付きの EKP がつけれる PP19 を最初に使えるベアの方がいいかもねっていうやつで、シース近接武器はその重いとさ動きにくくなるゲームなので、置いてってもいい、たった 0.2kg だからそんな気にしなくてもいいけど、スカブが持ってるナイフと交換する SMG とかも結構あって、その倒したスカブからナイフ持って帰ってこれたりもするので、まあ、セカンダリーは開けとくと、同じ理由で開けといっても。アーマーリグはつけます、必ずマガジンを入れるために。最初から持ってるでかいやつじゃなくてもいい、でかいやつでもいい。でかいやつはやっぱエルゴノミクスで動きにくくなるんで、この辺の1万円ぐらいのちょっと小さいけど取り回しがいいこの辺で、替えの玉はポーチの中に入れます。回復なんですけど、回復は結構貴重品、特にスタンダードパックの場合はフリズリーとか CMS とかこの辺ない、全然ないと思うんだよね。持ってくれるもの全然ないじゃんって思うと思うんですけど、まあ、そういう人は最初最低限持ってきたい回復は多分カーとかはあると思うから、ちょっとデカめの失いたくない予備の回復をポーチの中に入れていくのがおすすめ。
で、すぐ買えて安いから入れといた方がいい4点セットが、まあ AI に、これは体の赤いところを緑に直す、それから大きい出血、重出血を治す薬、それからちっちゃい出血、軽出血を治す薬、それから、まあ、スプリントで骨折を治す、これはまるっとこのまま覚えていいと思う。最終的に持っていく実際のアイテムは変わるんですけど、まあ、これは基本的なカルコフでの、まあ、異常状態を治すのに最低限必要なセットって感じ。これでオフラインレードに行く前に、各トレーダーからタスクを受注しておきます。緑のチェックマークついてた人はタスク出てるよって教えてくれたんで全部タスクを受けます。で、右上のところに全部グラウンドゼロって書いてあると思います。つまりとりあえずグラウンドゼロに行けって言われてますので、オフラインレードでもグラウンドゼロに行きます。上から2つグラウンドゼロチェックする。時刻は明るい方がいいのでお昼をチェック。練習モードを有効化にして、最初は AI の数なくしてもいい、できるようになってからオンライン同様とかにしていいですね。 NPC の数をで、レイドに入ります。はい、ということでグラウンドゼロにやってきました。ここどこってなるわけ。ここでウィキを見ます。で、自分の位置を特定する簡単な方法を説明しますね。初期設定だと O を2回ダブルタップします。ポポヨン。すると、レイドの残り時間34分ですよっていうのと、脱出地点1234って、これが脱出地点、ここから今回自分は脱出することができるよっていう、こう4つ出てるよね。ミラー AVE、 これはフレアガンをポンってやると脱出できるようになる脱出ポイントです。基本的に VEX っていうのがお金を納品して車で脱出できる。お金持ってこなきゃいけないね。最初は5000円ぐらい。これがフェンス君の信頼度によって変わってきます。それから、スカブチェックポイントっていうのは、プレイヤースカブとしか帰れない場所。それ以外にも、確率脇の脱出、スイッチが突き切れたり突き切れなかったりするパターンの出口には、ハテナハテナっていうのがついてます。でですね、今回、エマーコムチェックポイントって書いてあるよね。そう、これがヒントになります。タルコフっていうのは、だいたい、マップの左側で生まれたら、右側のどっかで帰ってくださいね。逆に、右側で生まれたら、左側のどっかで帰ってくださいねって、だいたいこういう風になってます。マップを見て、エマーコムチェックポイントって書いてあるのと、反対側ら辺に湧いてるんだなっていう想像を、予測を立てて、どこにいるか自分を確定していくって感じ。で、自分を確定する要素って色々あるんだけど、例えば、グラウンドゼロだと、こう書いてあるんだよね、看板に。ここは6エリアだよ、とか。あっちは4エリアだよ、とか。ので、そっから、マップのこの辺にいるんだなっていう予測を立てることができます。で、こうやって予測を立てながら、とりあえず、エマーコムチェックポイントで帰ってみようかな、みたいな。まずマップの至るところを散歩したり、タスクを受けてきたよね。このタスク、このタスク、このタスク、このタスク。このタスクの名前をウィキに打ち込んで、このパソコンはどこにあるのかなって。パソコンの近くの HDD はどこにあるのかなとか。車脱出の車はどこにあるんだろうとか。エマーコムステーションってどこだろうとか。まあ、これは、お薬預けてだからお薬3つ預けなきゃなとか。あと、機銃を見てくるタスク。これ機銃ってどこにあるんだろうとか。そういうのも合わせて、ウィキで調べたり、実際に自分でチャレンジしてみながら、まあ実際にスカブ沸かせて、プレイしてみたりして、帰れるようになるまで、お散歩する。この辺になんか、漁れるアイテムとかがあると思うから、全然ないな。刺されるアイテム、全然ないな。あれ？ダッフルバッグがなかった。ああ、こういうのとかも刺されるよね。あ、デッドスカブって刺されるんだ、みたいな。で、わかんないギルとりあえず入れてみたりとかして。カバンがいっぱいになったら帰ろうかな、とか。スカブ2キルしたら帰ろう、とか。あ、武器はこうやって装備するんだな、とか。そういうの学んで。あ！セービングザモールっていうタスククリアしたぞ、みたいな。これなんだ？あ、メカニックのロケートザなんちゃらそんちゃらはここに来たらいいのかみたいな、ここに来たらクリアされるのかみたいな。
で、あーまだあと24分もあるとか思いながら、今回マーコムチェックポイントに向かうよ。で、ここ、あー脱出出てきた、帰れるー、クリアーみたいな感じでお散歩する。で、マップを覚えたり、タスクの位置を覚えたり、実際にお金を持って行って車脱出してみたっていい。じゃーん、ほらさっき漁ったけど最初のままになってるね、装備は。で、 PMC のスキルも出るのまま、レードに行く前になってるっていうのがオフラインレードで、練習したら次スカブで、これ最初からアイテムもらえるから、出口がちょっとプレイヤーと違うので、ここだけ最初戸惑うかもしれないけど、でまあ基本的なところは変わらない。ということで、スカブモードに来ました。最初のアイテムこんな感じ。めっちゃ当たり、いいものたくさん持ってる。これは帰りたいですね。これガチャだから毎回装備違うのと、なんとエマーコムチェックポイントから帰れるらしく、すぐそばで帰れる。まあカバンいっぱいにして帰るのはいいね、いろいろ探検して本当はね。でも出口近いし、まあもらったアイテムはそのまま持って帰れるんで、安全第一でそのまま帰ったっていい。まあ適当にカバン埋めて帰るじゃん。じゃあランスルーになっちゃった今回。トレードの時間が短すぎてランスルーになっちゃったけど、これで持って帰ってこれたら全部アイテムもらえる。で、この後プレイヤースカブはクールダウンが入ります。クールダウンが入るので、このクールダウンの時間また PMC に行きます。オフラインモードで練習する。これでまあある程度帰ってこれるようになったなとか、お金がある程度貯まったなってなってきたら本番行きます。本番で出てきたクエストクリアしたら次のクエストが出てくるんだよね。で、どんどん出てきた順番にクエストをやっていくと、メカニックがイントロダクションっていうタスクを出してきます。で、イントロダクションっていうタスクはグッズっていうマップに飛行機があるんだけど、その着用箱の近くに手紙が置いてあって、それを持って帰ってきてくれっていうタスクがあります。これもまあ詳しい場所はウィキを見た方がいいんですけど、それを持って帰ってきて納品すると家がっていうトレーダーがアンロックされるので、これは最速でやった方がいい。で、その後は出てきた順番にタスクに取り組むって感じで、最初グランドゼロ行けって言われて、多分ウッチ行けって言われて、スタム行けとかなってくると思う。で、その後ファクトリーインチェ行ってきてねとか、ストリート行ってきてねとか、で、ショアリザーブライトハウス行ってきてねとか、基本的にはタスクを進めていけば全部のマップに行かざるを得ない状況を作られると思います。一番最初に説明したその目標があったじゃん、全てで共通する項目として、このプレイヤーレベルをどんどん上げていくんだよね。15歳にならないとフリーマーケットは開放されないし、42歳にならないと全トレーダー得れるようにはならないんだよね。なので基本的にはこの経験値をもらうために、レードに出てレード経験値をもらったり、それに追加でそのレードでクエストクリアしたらクエスト報酬でこうやって3800とか1600とか、まあ最初はこれだけど、まあ、どんどん大きくなるんだよね。10万とかもらえるやつもあります。難しいけど、これでレベルを上げていくっていう感じになりますので、クエストをどんどんクリアしていくっていう形でプレイヤーレベルを上げていきます。迷ったら家側からおすすめるのをおすすめします。セラピストとかプラパーの方が優しいタスクを出してくれるんですけど、こっちばっかり進めていくと後々家側で苦しい思いをするので、家側は結構嫌なタスク出してくる人で、ワイプから早ければ早いほどお得なタスクが多いので、できるだけ嫌でも家側を解放して家側からやっていくのをおすすめします。はい、最新版タルコフ初心者のための、何したらいいか分かんない人のためのタルコフの極意でございました。もし何か分からないことがあれば YouTube のコメントとか配信のコメントとかで質問してもらえたら分かる範囲で答えるし、まあ分かんないことがあったら一緒に勉強しましょう。おそろー。おしまい。